テントと食料を支給します。ゴロゴロと崩れやすい足場の上を大股に近づいてきた部長は、周囲の岩壁に響き渡るような大きな声を出した。部長の足元には、つい先ほど私たちがマイクロバスから引きずり出した食料とキャンプ道具が積み上げられている。テントは二人で一つ、寝袋は一人に一つ。食料はとりあえず三日分を支給します。配給します。決して十分な量とは言えませんが、各自節約を心がけ、三日間持たせること。マイクロバスで横転という大きな不幸の中で、私たちにとっての小さな幸運といえば、キャンプ合宿の帰りであったということだろう。バスから回収された荷物の中には、様々なキャンプ道具と前日に作った食材が残されていたのだ。3人用のテントが4つ、6人用の大きなテントが1つ。私と和樹は3人用のテントを1つ受け取り、2人分の寝袋と銀マット、そしてゴミ袋で分配された3日分の食料を受け取った。現在17時14分、18時までにテントの設営を済ませ、18時半には各自夕食を済ませてください。それ以降は自由時間としますが、勝手な行動をとって周囲に迷惑をかけないようにしてください。わかりましたか？そう言って、部長がちらりと周囲を一瞥すると、私の隣に立つ和樹に向けて視線を止めた。おそらく最後のわかりましたか？という言葉は和樹に向けられたものなのだろう。そんな部長の謙遜な態度に気がついていないのか、もしくは気づいててあえてとぼけているのか、和樹は？はーい！といった感じで、あんた今どっから声出したの？と問いたくなるようなふにゃっと可愛らしい声を出した。いやーね、何をあんなにピリピリしているのかしら。風見さん、そんな声出せたんだ。気持ち悪。もう、あなたまでそんなことを言うの？別に嫌いな子にどう思われようと何とも思わないけど、あなたにまでそんな風に思われたら、私だって傷つくのよ。え？あ、ごめんなさい。じゃあ、罰として、あなたがテントを張ってくださる？うん、もともとそのつもりだったし。代わりに夕食の準備は私がします。やったことはないけど。え？食材は、人参に玉ねぎにじゃがいも。これって明らかに昨日作ったカレーの食材の余りよね。カレー粉もあるけど、少ないわね。どうしよう。待て、貴重な食材なのよ。大丈夫なの？まあ、料理なんて煮るか焼くか蒸すかでしょ。きっと簡単よ。いや、いい。私がやるから任せて。でも、あなたにはテントを。いいのよ。私、こう見えても一応、実家が料理屋だから、料理にはちょっと自信あるし。そう？でも、なんか悪いわ。あなたばかり働かせて。じゃあテントを張り終わったら一緒に料理しましょう。手伝ってくれる？あ、それはいいわね。なんだか仲のいいお友達って感じで。でしょ？ところであなた、お塩を使わない料理ってできる？どういう意味？言葉の通りだけれど。お塩ならあるじゃない。ほら。だから、それをできるだけ使わないでほしいのだけれど。無理？まあ、無理ではないけど、お塩がないと美味しくないよ。その辺は我慢しましょう。ね。いいけど。結局その後、テントを張り終えた私は、和樹に言われた通り、塩を使わない料理に挑戦し、玉ねぎをフライパンで炒め、ふかしたじゃがいもを潰したものに混ぜて胡椒で味を整え、小判型に
成形してバターで焼くというわけのわからない料理。なんだろう、芋バーグ。まあつまりは肉&衣なしコロッケ、なんかそんな作りの、そんな感じのものを作った。正直自分でもこれはどうなんだろうとは思いつつも、実際に食べてみればそれなりに美味しかったし、和樹も美味しいと喜んでくれた。一体どういう心理の働きなのか、和樹に褒められると次も頑張ろうと思える。おかしな話だと思うけれど、きっと私はこの風見和樹という女の子を好きになり始めているのだろう。日が沈んでしまえば、あれだけ蒸し暑かった気温も急激に下がり、肌寒くもある。それでもまだテントの中に入ろうと思わなかったのは、いろいろなことがありすぎたせいで、まだ興奮が冷めやまず、まだ眠りたくなかったということもあれば、テントの中で風見和樹と二人っきりになるということに、まだわずかな抵抗があったのかもしれない。見上げれば、なんやこれ。隙間からわずかに差し込む月明かり。谷底の薄暗闇の中、目を凝らせば、そこかしこに設営されたドーム型のテントの姿が見受けられた。その中で明かりが灯っているのは一番大きなテントのみ。その一番大きなテントは、顧問の越智先生と怪我人である広岡さんと桜井さんが使用しているテントだった。ランタンのうっすらとした明かりが漏れ、中の人間の影が動く様子が見て取れると同時に、地獄の底で這い回る亡者のような苦しげなうめき声が聞こえてくる。おそらくは両足を骨折した広岡さんの声だろう。夕食後に和樹が広岡さんの様子を見に行った時も、彼女は油汗を大量に流しながら声にならない悲鳴を上げ続けていた。骨折による発熱が彼女を苛み、その苦しみに対してうめき声を上げる以外の対処法がないのだ。彼女を一刻も早く病院に連れて行かなければという思いと、ここでじっと待つしかないという我が身の置かれた状況に、ただひたすら焦りばかりが加速する。部長の指示で配給された食料は3日分、ということは少なくとも3日はここで過ごすつもりなのだろう。しかしそれから先は一体どうするつもりなのだろう。3日経ってそれでも救助が来なかったら、募る不安が背筋を這い上り、私は気温とは無関係の寒さに身を震わせた。マイクロバスによる転落事故、すでに死人も出ている。それなのにどこか頭の芯が麻痺しているようで、まるで実感が湧いてこない。その実感のなさが一番怖い。どうすればいい？何をすれば助かる？頭では必死に考えようとしているのに、どうにもならない、なるようにしかならない、といった思いばかりが思考を占領してしまう。あまりにも唐突に放り込まれた絶望的な状況を頭が否定しているかのように、何も考えることができない。その思考拒否は私以外の人間にも起こっているのかもしれない。周囲に張られたテントの中からは、場違いとも思えるほどに明るい笑い声が漏れていた。その笑い声に神経を逆なでされたような不快感を感じ、思わず笑い声がした方向に目を向けると、私の隣に腰掛けていた和樹もまた同じ感情を抱いたのか、同時に眉を寄せるような表情で視線を向けていた。ねえ、風見さん。和樹でいいわ。そう言ったと思うけど。和樹。何やまね。あなたは今、何を考えているの？別に何も。本を読んでいたところよ。本？そう言った和樹の手には何も握られてはいない。たとえもし本があったとしても、この暗さでは満足に読書することも不可能に思えた。あなたにはまだ言ってなかったかしら。私ね、
一度見た本の内容を絵として頭に記憶しておいて、後から文字として認識することで好きな時に読むことができるの。どこかで聞いたような話ですね。これなんだよね。これがあるから、ちょっと、向こう15本くらいか？これの前に、前の前くらいに出しとったパート3からパート17くらいの15本にまつわる、15本あるショートストーリーがあるんだけど、そこでね、いろんなことが、提示されとったわけなんだけど、暗示されとったわけなんだけど、そこではちょっと一切口を挟まずに、まあちょっと、たまにちゃちゃ入れとったけど、うん。一切口を挟まずに、やったのは、まあ、ここが関係しとるからだよね。その方がなんかね、見とる側としたら面白いでしょ？え？ごめん。意味がわからない。どういうこと？つまり、開いた本のページをカメラで撮影して、後でその写真を見ることで内容を読むことができる。そういえばわかりやすいかしら？私の頭の中にはまだ読んでいない本が144冊残っていたから、そのうちの1冊を読んでいたところ。なんとコメントするべきなのか。天才と呼ばれる人種とはみんなこんなのものなのだろうか。いや、むしろ逆なのだろう。そういった常人離れした芸当ができる人間だからこそ天才と呼ばれるのかもしれない。説明されたところで、とてもではないが、私にはそんな真似はできそうもない。何の本を読んでいたの？地震で倒壊した学園の中に取り残された15人の男女学生を描いたフィクションノベル。へえ。閉鎖空間に取り残された学生という設定が今の私たちの状況に近いし、何かの参考になるかと思って読んではみたけれど、ダメね。あまり有用な情報は得られなかったわ。その小説の結末はどうなったのかと問いかけて、私は慌てて言葉を飲み込んだ。あえて聞かなくても大体の想像はつく。おそらく物語の中で学生は全滅したのだろう。だからこそ和樹はあまり有用ではなかったといった曖昧な返事をよこしたのに違いない。普段から常にそうなのだが、眠そうな顔を私に向けた和樹は小さなあくびを噛み殺すと時計も見ずに、もうすぐ10時ね、と口にした。することもないし、そろそろ寝ましょうか。うん。確かにこれ以上起きていても事態が好転するようなことはないだろうし。することもなくただ起きていれば余計なことばかり考えて気がめいる一方だというのは私にも理解はできたが、それでもとてもではないが眠れるような状態でもなかった。そんな私に気を使うでもなく、和樹はさっさと腰を上げると私を一人残してテントの入り口を仕切るファスナーを開ける。ねえ和樹。はい。あなたは不安じゃないの？ああ、それはいい質問ね。そんなあなたの問いにずっと前から用意しておいた答えがあるのだけれど、聞く？うん。バスの事故に遭うことも、こうしてあなたとペアを組むことも、そしてあなたがこの時間にその質問をすることも、私の中では全て想定内よ。え？どう？一応天才風にかっこよく決めたつもりだったのだけれど。一応私は真面目な質問をしたつもりなんだけど。だから私も真面目に答えたじゃない。もう寝ましょう。明日は明日できっとまた忙しくなるだろうし。そう言うと和樹は巣穴に帰った熊のように四つん這いになってもぞもぞとテントの中に潜り込む。そんな和樹のスカート越しに見える丸い尻を見ながら、私は一人、言葉の意味をうまく飲み込めず、その場にポカンと取り残された。なんか、今ので、どっと疲れが出た感じ。一見すれば何も考えていない、というか何を考えているのか全くわからない和樹の様子を見せつけられ、一人で悩んでは不安に溺れ、何もできないくせに気ばかりを急がせる自分が途端にバカバカしく思えてきた。
その場に一人取り残され、しんと静まり返った闇の中で耳を澄ましてみれば、聞く者の心を蝕むような疲労感のうめき声も、神経を逆なでするような危機感のない笑い声も止んでいる。あとはただ、時折吹く風が木々を揺らすざわめきと虫の声だけが周囲の岩に響いていた。転落2日目。その日の朝、私は不気味な鳥の鳴き声で目を覚ました。とてもではないが眠れないだろうと思っていたのに、テントで寝袋に潜り込み、目を閉じているうちにいつの間にか眠っていたらしい。思っていたよりも重く感じるまぶたを押し上げると、安っぽいブルーシートに覆われたテントの中は斜めに差し込んだ朝日に照らされていて、いくらか気温が上がっているように感じられた。少しは眠れたはずなのに全然疲れが取れていない。むしろ疲労が増したような気さえもする。薄い銀マットの上で寝袋に包まれた体を横たえたまま首を横に巡らせてみると、そこで寝ているはずのカズキの姿はすでになかった。カズキ？どこへ行ったのだろう。カズキの使用していたマットと寝袋はきれいに畳まれ、耳を揃えて丸められている。ちょっとトイレに行っただけといった様子ではない。カズキはすでに起き出して行動を始めているのだろう。テントの外に這い出てみれば、空は晴れているものの薄暗い。左右に立ち塞がる岩壁に日光は遮断され、生い茂る木々からこぼれるわずかな光が差し込む程度だ。夏だというのに少し肌寒く感じるのはそれが原因だろう。そんな薄ら寂しい光の中、あまねと同時にテントから這い出た者たちが固い岩の上に腰を下ろそうとしていた。精神的な疲れに加え、慣れない環境での就寝に満足した者などいるはずもなく、多くの者がまともに眠れなかったのだろう。誰もが目の周りを落ちくぼませている。ねえ、カズキを見なかった？3メートルほど離れた隣のテントの前に座り込んでいた1年、伊吹あずさに声をかけた。伊吹は長くて鬱陶しそうな前髪をかき上げると、気だるそうに口を開いた。カズキ？ああ、風見さんならシャベルを担いで森の方に行ったかしら。おトイレじゃないかしら。ん？おトイレじゃないかな？そう。言われるままこの谷の唯一の出口である森に目を向けてみるが、そこにカズキの姿を見つけることはできなかった。その代わりというわけではないが、奇妙な行動をとっている人物の姿が目に入った。ねえ、あれ何やってるのかな。さあ、その人物は3年生の佐久間みのり先輩だった。バスケ部の得点女王と呼ばれ、スリーポイントシュートで得点をする彼女は、先ほどから空に向かって何度も何かを投げている。気になるなら自分で聞いてきたら。私、あの先輩苦手。本人の耳に届くか否か、そんなギリギリの声音でそうはっきり、とした伊吹は、昨日の話し合いの結果、その佐久間先輩とペアを組まされ、同じテントに寝起きをする羽目になっていた。もともと伊吹と佐久間先輩は同じ寮生であり、普段から同室で寝食を共にする間柄ではあるが、所詮は学校側が管理の便宜性を優先した組み合わせに過ぎず、馬の合わない先輩の世話をしなければならない1年生の嘆きと、生意気で世間知らずな後輩の尻拭いを押し付けられる3年生の憤慨は、どこの寮でも聞ける話だ。ずっと同じ部屋に暮らしていれば、多少の語弊、齟齬はある、あれど、仲が良くても良さそうな気もするが、彼女とはそう、
女子とはそう簡単なものではないようだ。またそういったペアほど翌年の部屋替えの際にも再び同室になるといったケースが多いらしい。聞いた話によると、学校側はそういった仲の悪いペアほど優先して継続するようにしているようで、そうすることで規律を維持しているということらしい。仲のいいものだけを集めてしまえば、必然的に仲間内で悪知恵が蓄えられることとなって風紀に乱れを生じ、強いては寮内での規律を題目とした鷹派と鳩派に分裂し、紛争まがいの騒動に発展することもままあるというが、どちらにせよ自宅通勤組の私には理解の及びにくい話ではあった。佐久間先輩、さっきから何をなさってるんですか？おお、あまねか、これだこれ。佐久間先輩の手には先ほどから空に向かって何度も投げられていた物体が握られている。携帯電話だった。佐久間先輩はそれを何度も空に投げつけ、落ちてきたところを拾い再び投げるといった動作を繰り返していた。見れば何度も取り落としたのだろう。携帯電話本体のカバーには細かくひびがいくつも走っている。昨日の夜寝る前に思いついたんだけどね、メールを送信したまま空に投げればうまいこと圏内に入って助けが呼べるんじゃないかなと思ってさ。朝からずっと試してるんだけど、よっと言いながら佐久間先輩は送信状態の携帯電話を再び高く放り投げる。それすごくいいアイデアじゃないですか。だろ、私もそう思ったんだけど、おっと。落下してきた携帯電話を器用にキャッチすると、佐久間先輩は送信の成否を液晶画面に確かめる。また失敗か。もう50回くらい投げてるけど、一度も成功しないよ。やっぱり風見の言う通りなのかもね。和樹は、なんて。ただでさえ電波が届きにくい環境の上に、もし圏内に投げ込むことができたとしても、送信する前に落下してしまえば意味がないってさ。だったら、携帯が戻ってこないように、崖の上まで投げちゃえばいいじゃないですか。私だってそう思ったさ。さっきから投げているのは、崖の上に乗せてしまおうと思って投げているんだけど、届かないんだよ。ああ。見上げたところで正確な高さはわからないが、少なく見積もっても5、60メートルはあるだろうし。壁が内側に反り返っている分、投げ込むにしてもコントロールに正確さが求められる。後で何かうまい方法を考えると風見は言ってたけど、守備よく崖の上に乗せることができたとしても、そこが圏内である保証はないってさ。そうですか。手近にあるタオルか何かにくるんで、透析機の要領で一気に放り投げるというアイディアを思いつきもしたが、確かに崖の上が確実な圏内という保証はない。もし崖の上が圏内でなかったとしたら、貴重な通信手段の一つをロストするだけの結果になる。無駄だと分かっていても、佐久間先輩がやめられないのは、それが人の情というものなのだろう。それで、その、和樹を見かけませんでしたか？ん？風見ならさっき大きなシャベルを抱えて森に入っていったよ。30分ぐらい前かな。トイレにしては長いね。ちょっと私、様子を見に行ってこようかと思います。気をつけた方がいいよ。さっき私も森に入ってみたんだけど、道なんてどこにもないし、周りは木ばっかで目印がないからすぐに迷う。何か分かりやすい目印をつけながら行った方がいい。はい、分かりました。気をつけます。和樹が森に足を踏み入れてからすでに30分。トイレにしては確かに長すぎる問題。あの風見和樹に対してそんなボンミスは想像しにくいが、ことによると森の中で自分の位置を見失ってさまよっている可能性もある。
私は手にした缶切りの刃で木の幹に矢印を刻みつけながら慎重に森の中を歩み始めた。カズキー、その名を呼んでみるが返事は返ってこない。足元を見れば何人かの足が踏み記したように雑草が倒れているが、どれがカズキの足跡なのかは判然としない。振り返ってみれば、自分が草木を踏み分けて歩いてきた道筋がくっきりと残っているが、何度も木を避けて歩いたせいか、その道はぐねぐねと曲がりくねっていた。自分ではまっすぐ歩いてきたつもりなのに。これが密林の怖さだ。本や映画で山の怖さを知ったつもりになっていても、こうして実際に足を踏み入れてみれば、自分の認識の甘さを痛感する結果にしかならない。たとえ山で迷っても適切な対処をすればなんとかなる。そんな風に思っていられる余裕があるのは最初の数時間だけだろう。こんな自分以外の人間の痕跡がまるで感じられない環境では、まず孤独感から来る不安が先立ち、いい結果だけを期待した短絡的な行動に走りやすい。きっとこっちだろう。多分あっちだろう。そんな当て感だけの行動を繰り返すうちに完全に道を見失う。やがて自分は今無駄に体力を消耗しているだけなのではないだろうかという新たな不安が生じ、その場から一歩も動けなくなる。そしてゆっくりと忍び寄るような死の恐怖に対する不安が生まれ、実際その通り死ぬ羽目になるのだろう。今まさにアマネがその状況だけどな。二次遭難、三次遭難。森に入ってまだ10分も経っていないというのに、私はすでに第一の不安である孤独に背中を震わせ始めている。再びカズキの名前を叫んだ。どうしよう。戻る道順が分かっている今のうちに一旦戻って誰かと一緒に探した方がいいかもしれない。そんな風に考えていると、背後でガサリと草を踏む音が聞こえ、びくりと身を固めながら振り返れば、そこには相も変わらず眠たげな顔をした風見和樹の姿がひょっこりと存在した。人の名前をあまり大きな声で叫ばないでもらえる？ファンに取り囲まれたら面倒じゃない。和樹！ええ、そう。風見和樹よ。サインが欲しいのならマネージャーを通して事務所に色紙を送ってちょうだい。え？何？色紙？いや、だからここであなたはアイドル気取りかって突っ込んでくれないとボケゾンってやつじゃない。あ、そうか、ごめん。いいわよ別に。それほど面白い冗談だとも思ってなかったし。カズキ、どこに行ってたの？トイレよ。一人でゆっくり用を足すこともできないなんて、まさにアイドルのようだと思ったから口にした冗談だったのだけれど。トイレにしては遅いじゃない。30分も頑張ってたの？ついでだから食べられそうな草を摘んでいたのよ。ほら。そう言ってカズキが差し出したのは、何かの植物の芽のようなものだった。山菜でも生えていればと思って探してみたけれど、こんなものしか見つからなかったわ。何それ、食べられるの？草ソテツのわかめよ。一応生でも食べられるけど、おひたしとかにした方がいいわね。へえ、こんなの初めて見た。あんまり美味しそうじゃないけど。ろくな食べ物がないから、それらを餌にする野生動物も当然いない。鳥の声はするけど、その姿は見えない。熊に襲われる心配がないのはありがたいけれど、改めてひどい環境だと思い知ったわ。とりあえず、朝食はこれで済ませましょう。調理法は任せるけど、調味料の類はできるだけ節約して。食材ならまだジャガイモも人参も残ってるけど。
日持ちのするものはできるだけ残しておきたいの。3日でここを脱出できるとは限らないのだし。そっか、そうだよね。そんなにがっかりしないで。確かに絶望的ではあるけれど、助からないと決まったわけではないから。すごい今更の話をしていいけ。こっちの方がいいかね。こっちの方がいいかな。うん、でもなんか雰囲気が出ないからな。まあこっちでいいだろう。私たち助かるの？どうかしら。別にはぐらかすわけではないけれど、さすがの私にもまだわからないわね。ダメだな、これはダメだ。失礼しました。私たちが助かる方法ってあるの？あるわよ。どの方法？何？あるんでしょ？方法が。あるにはあるけれど、まだ無理。無理って、どういう意味？今の私たちでは実現不可能という意味よ。ごめん。私、バカだから意味がわからない。今は無理ってどういうこと？時間が経てば可能になるってこと？そういうこと。それに、救助が来る可能性もまだ残っているし、今はただじっと耐えるしかないわ。ねえ、どんな方法なの？ヒントだけでも教えてよ。人間が死なないために必要なものってなんだ？水？あ、思い出した。さっき草を摘んでいる時、湧き水が湧いている場所を見つけたの。というわけで、飲み水の心配は不要よ。なんだ、お水か。違うんだよな。そうがっかりしたものでもないわよ。水があれば一週間は生きられるもの。部長にはあなたが発見したって報告してくれる？それは構わないけど。じゃあ戻りましょうか。皆さんも考えてみてくださいね。人が死なないために必要なものってなんだ？あ、待って、私まだヒントの答え聞いてないよ。人間が生きていくのに必要なものって何？食べ物よ。食べ物？それが助かるためのヒント？そういうこと。だからできるだけ接触しておく必要があるの。それで、みんなが助かるの？全員が助かるとは一言も言ってないでしょ。え？もう戻りましょう。あまり遅くなるとみんなが心配するわ。カズキ！大丈夫よ。帰り道は完璧に覚えているから、私についてきなさい。待ってよカズキ！わお、すごい剣幕ね。何をそんなに怒っているの？わおじゃないわよ。全員は助からないってどういう意味？そういう可能性もあるという意味よ。早い段階で救助が来ればもちろん全員助かるわ。じゃあもし救助が来なかったら？それはその時に考えればいいことよ。編成された救助隊の捜索が打ち切られるのは早くて5日、遅くても14日。1週間経っても救助が来なければその時に考えましょう、みんなで。うん。そんなに心配しなくても、あなたはかなりの確率で生き残るはずよ。どんな根拠で？そんなの決まっているでしょ。私のパートナーに選ばれたからよ。本気で言ってるの？それ。もちろん本気です。さて、質問は以上かしら？うん。よろしい。
では戻りましょう。あ、もう勝手にズンズン行かないで。面倒な子ね。不安だから手をつないでほしいのならはっきりとそう言いなさいの。別にそういうわけじゃん。あら、そう。じゃあいいのね、手をつながなくて。つなぐ。はい、お声が遠いのですが。つなぎます。手をつながせてください、和樹様。あら、いい子ね。いらっしゃい、あまねちゃん。もう、これからは勝手に一人で行動しないで。私、心配したんだよ。あなたが、私を？そりゃさ、私ごときがおこがましいとは思うけど。いえ、そういう意味ではなくて、むしろ私を心配してくれる人がいることに驚いたというか。でも、そうね。ごめんなさい。そんな顔しないで。まるで母親に置いていかれた子供みたいな顔じゃない。大丈夫。あなたを置いてどこにも行きはしないから。約束？ええ、約束するわ。さ、戻りましょう。うん。体格に恵まれているということもあって、普段は頼られることが多いこの私が、今はこの風見和樹という小さな女の子に依存している。人に頼ったり甘えたりするのはあまり得意ではない私だけれど、この和樹の小さな手から伝わる確かなぬくもりが私を安心させてくれた。冷たい手をしているのね、あまね。あ、ごめん。いいのよ、私の母親もこんな感じの手だから。私のことお母さんって呼んでもいいのよ。あら、言うようになったわね。